ギリシャ語パイアルファーに基づく。この語は、一般的に、草を表すが、牛に与える、グサ、カイバを表すこともある。この属には、牛、馬、羊などの飼料として使われる植物が多いことから。なお、稲はかつて、草を意味する、ラテン語グラマン。から、グルミニーと呼ばれていたが、エペジー植物分類体系からこの属を代表属と、するパウェーシーになった。 命名規約上は、パウェーシーは、グルミニーの別名として、使用を認められているもので、従来の加盟、グルミニーが廃止されたわけではない。現在では、植物の生育できる環境を持つほとんどの地域に分布しており、日本にもスズメのカタビラ、イチゴつなぎ、長ハグサなどが雑草として分布している。500種余りが知られ、一年草と、出根性、または、 常緑性の多年層のものがある。家畜の飼料、牧草として重要なものが多い。また、日本芝に対し、常緑性の西洋、芝と呼ばれるものは大半がこの仲間である。一方で性質が強く、繁殖力が旺盛なため、スズメの帳瓶などのように厄介な雑草となっているものも多い。ヘンリー・ジョージ・リデル、ロバート・スコット、エ・グリーク。 イングリッシュ歴史コン、パイにアルファ、ー http コロンスラッシュスラッシュ www.perseus.tafts.edu スラッシュホッパースラッシュテキスト、ドックイコールペルセウスパーセント3アテキストパーセント 3a1999.040057%3 アントリーパーセント %3dp オーバーセント2ファ、ハットチャールトン t ルイスチャールズショート エーラテンディクショナリー,リーグラマン。http コロンスラッシュスラッシュ www.perseus.tafts.edu スラッシュホッパースラッシュテキストドックイコールペルセウスパーセントサンアテキストパーセント 3a 1999.04 0059パーセントサンアントリーパーセント 3d グラマンハットインターナショナルコードオブノーマンクラッチャーフォーアルジー ふんぎ、アンドプランツ、http コロンスラッシュスラッシュ www.iapt-taxon.org スラッシュ nomeen スラッシュ main.php ページイコールアート1818.5ありがとうございます。